何かが足りない。今日はね、夏の手仕事ということで、夏は大葉がたくさん取れます。大量の大葉を使っていろいろ料理をしていこうという回です。今日は大葉味噌を初挑戦していきます。ご飯にのせて食べたり、おにぎりにこうのせて食べたりとかしても美味しい。これぐらい葉っぱだけ使うからちぎって洗います。じゃん、はい、ちぎりました。洗います。味噌はこれです。長野にね、お邪魔した時にお土産コーナーで買った味噌。この料理動画はね、好きでやってるだけで、うまいかどうかは置いといてください。置きます。適当に切っていきます。で、最後にバーってみじん切りしましょう。ごま油、酒、みりん、砂糖、うちは黒糖なので黒糖を入れます。すりごまですね。ちょっと疲れたので座ってやります。これかわいいでしょ。これすりごまのやつです。じゃあ、いよいよラスト。味噌。スプーンここに置いて。大さじ2だったけど。流し込みます。大葉を流し込みます。ではでは、味見をしてみましょう。うん、美味しい。何かが足りないな。塩。テイク2です。うん、美味しくなった。あー、これならいけるいける。これに入れます。完成です。じゃあ、これを粗熱取ったら冷蔵庫で保管します。だいたい1週間ぐらいは食べれますね。さっき作ったこのオーブミスト、これはね、前ねもらったね、ホッケを、この2つをご飯にして食べて、あとこれが夕飯の残りと、あとこれも夕飯の残りの味噌汁、いつものね、我が家の食卓でございます。では、いただきます。合う、おいしい。こちらは
まあ、もっとくんが昨晩ね作ってくれた小松菜を使ったまあニンニク中華炒めみたいな感じですね。すべてが最高。風邪じゃないけど、こういう普段の食事が本当にありがたいよね。こういうのがね、本当に私は好きですね。はい、おはようございます。朝です。めちゃめちゃ寝起きなんですけど、今から朝ごはんを作ります。いつも朝は汁物を取るようにして体をね温めようみたいな感じを心がけてるんですけど、だいたい昨日の夜の余り物の味噌汁を飲むんですけど、今日はお味噌汁が余っていないので新たに作ろうと思います。マーモットくんはね朝ごはん食べないんですよ。食べない方がコンディションがいいみたいで、皆さん朝ごはん食べる派ですか？朝は今ね洗濯物も回してて、洗濯物が終わったらちょっと干したいんですね。どこどこ入れます。味の素の本出し、こんな感じです。美味しそう。ではクツクツしてる間にシソ入りの卵焼きを作りたいと思います。大葉、白だし、お砂糖を少々、これ黒糖、グツグツできたので、これお味噌はこのタニタの無添加味噌入れます。マーモットくんのオムレツ用、マーモットくんがね買ったね、マーモットくんオムレツを作るのが好きで、オムレツがうまく作れるっていうフライパンを見つけたらしく、これ購入したんですね。これでやりましょう。さあ、はい、できました。今日の朝ごはんです。しそ入り卵焼きと、美味しそう、具沢山の玉ねぎ、しめじ、ネギのほかほか味噌汁です。あとバナナです。いただきます。できた。汗やば。お茶は我が家はドクダミ茶、ドクダミ茶っていうのにハマってて、この夏めちゃくちゃ栄養があるらしくて、でお茶にしたら香りも全然臭くないし、臭いイメージじゃんドクダミ。ネギの甘さが溶け込んでて、いただきます。うわ、おいしい。大葉のいい香り、いい香りです。これおいしい。
シソってさ、好き嫌い分かれるけど、好きな人は本当好きだと思う、これ。大葉を使った料理シリーズラストです。今から夜ご飯を作ります。大葉を使ったハンバーグ、煮込みハンバーグを作ります。といってもスタートするのが遅くなっちゃったので、そんなに煮込めないんですけど、ボウルをここに出しておいて、みじん切りをします。玉ねぎがさ、目さ、染みない方法っていろいろあるけど、結局どれが本当なのかわからないんだよね。私が見たのは、冷蔵庫で冷やすとか、一回レンチンするとか、玉ねぎの半分を頭に乗せて、それでなんか切るみたいな。本当みたいな。私一時期、水泳ゴーグルをつけたままね、やったりもしたんですけど、ちょっとめんどくさくなってやめましたね。見てください、ほら、ちょっと涙目です。はい、どうでもいい。マジでしびる。レンチンします。ちょっといっぱいありすぎるので適当に切ります。まずは適当にザクザク切っていきます。なんちゃいミキサーみたいなのもあるんですけど、壁に貼り付いちゃったりして、なんか結局自分で切っちゃった方が早くないっていう感覚になったので、私あんまりミキサー使わないですね。スムージーを作る時ぐらい、マッシャーみたいな、なんかいろいろセットになってるやつをね買っていまして、ミキサーはあんまり使わないですね。火を、ぬくもりを与えて、これを混ぜるのがあまり得意ではありません。この、はぁ、この感触が苦手なんですね。あー、でも気持ちいい。うえー、通りやすくなるように。そうします。1個目。2個目は小さく。なんか私は思いました。ハンバーグは1人2個大小1個ずつっていうのがなんかちょうどいい量かなみたいな。でっかいのドーンと1個作るとあんまなんか 火の通りとかが難しくて、フライパンの大きさ的にも距離2個だとね、ちょうどいいですね。では焼きます。みよーん。焼き色をつけましたら、このトマトソースを買ってきたので、これでくつくつ煮込みたいと思います。せーの、ほい、おー、いいいいいい、せーの、せーの、ほい、おー、せーの、ほい、おー、めちゃめちゃ美味しそうじゃないのこれ。ねえ、どうですか。いきます。うわ、優勝、優勝間違いない。トマトソースは味見せんよ。あー、もう味見、もう味付けいらない系な感じだ。見てください、この美しい景色。
少し時間が経ちました。うわー美味しそう。保温でクツクツさせておきます。トマト煮込みハンバーグです。こんな感じに持ってみたよ。あとはなめことネギのお味噌汁と15穀米のご飯です。こちらのハンバーグですね、ハンバーグに玉ねぎと大葉を入れて煮込んで焼いたものドレッシングかけトマトの、ソースで、煮込んだものになります。うわー美味しそう。美味しいね。ふわふわにできたね。硬くなっちゃうかなっていうのを心配してたんだけど、うまくできました。あ、ほのかに香るさ、大葉の感じがいいね。今回大葉の料理シリーズです。これが締めです。うわー何これ。ちょっと味噌汁最近好きなんですよね。幸せです。美味しいものを食べるっていうのが生きている中で一番楽しみなものなので、今後も旬のお野菜とか使いながら料理していきたいと思います。今日は大葉でした。ではゆっくり食べたいと思います。バイバーイ。